本日は幸せな気分になりに行きましょう。場所は小山市天神町スーパーマーケットかましんさんの近所にある中国料理屋さんで訪問いたします。幸福と書いて幸せと読む。ものすごく良い店名だと思います。では参りましょう。店内はテーブル席がいくつかあり、比較的広く感じます。なんか中国っぽい飾りもあります。こちらがメニューですね。では見ていきましょう。料理一品にプラスで定食になるようです。とりあえずチャーハンは食べたいのでチャーハンセットにするとして、相方は何にしましょうか。せっかく中国料理屋さんに来たのでそれっぽいもの。あ、ピータン、一度食べたことはありますが私は合わなかったですね。フカヒレ、美味しいのはわかるけど手が出ない。さすがに種類が豊富ですね。しかもどれもうまそう。麻婆豆腐は人気っぽいですね。ネットで調べてると食べている方がたくさんいました。この五目焼きそばと最後まで悩みました。めっちゃうまそうですよね。さて、いろいろ悩んだ結果がこれ、普通の選択になりました。チャーハンセットの相方は、はい、チャーシュー麺ですね。麺があるということは、そうですね、これは外せないということになります。ではいただきましょう。チャーシューが意外と厚みがあります。これはうまいです。食通の方なら説明できるのでしょうけど、私は煉獄さんのようにうまいしか言えない。ちなみにチャーハンはしっとり系ですね。私は好きです。
食後にデザートの杏仁豆腐です。杏仁豆腐ってめちゃくちゃうまいですよね。私は大好きなんです。はい、完食。ごちそうさまでした。大変おいしくいただきました。最後にこちらが幸せさんの営業時間と定休日です。気になる方はぜひ。チャンネル登録お願いします。